6月28日水曜日、今日の天気は曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。いやー、蒸し暑いですね。蒸し暑いですね。さすがにもう寝苦しいぞとこういう感じになっておりまして、うちもようやくというかね、あのクーラーをつけて、ようやく、この時期本当に難しいなと思うのが、外がそんなにね気温があの高くもないので、あんまり設定温度を高くすると外とあんまり変わらないし、クーラーの効きもあんまり良くないし、かといってね、結構その設定温度を低くしちゃうと今度は寒くてねっていうね、特にあの寝入った後が風邪ひいちゃうよね。そうですね。まあでも非常にこう寝苦しくなっております。日本屋上の温度計は 24.9 度ですが、湿度が 89.9%、 もう 90% 近いぞということで、これ雨降んの今日？そうなんですよ。今もうすでにレーダー見てみますと降っている地域がところどころありまして、午後は局地的に雷を伴って激しく降るところがありそうです。で、気になる気温なんですけれども、最高気温30度以上のところが多くなりそうで、東京都心は31度の予想になっています。31度で湿度が 90% ぐらいあるっつうことになると、これは答えるよね。答えますよね。体に熱がこもってしまってね、嫌ですよね。こういう時期は本当熱中症気をつけないと、汗かいてもかいてもなんか体温が下がらないっていうね、ベタベタするとこういうことになりますんで、まあ、あの本当傘持っていくかどうかもね、非常にこう悩むところで、局地的にっていうことになるとね、じゃあ折りたたみでいいかなとなるんですが、でもねと、ゲリラ豪雨なんかになるとね、結構な雨が降ったりなんかしますんで、いや昨日も本当あの外に出る用事があったんですね、傘持ってこうかどうしようか非常に迷ったんですけど、結局傘持っていかなかったんですけど、このね、今週1週間スクープアップのゾーン7時40分過ぎのところですけれども、西日本豪雨から5年ということで、その水害とかね、豪雨対策ということをいろいろ聞いているんですけれども、その取材の一環でですね、横浜国大に行ってきまして、はい、ここであの台風科学技術研究センターというね、施設があって、ここをやってるですね、藤坂先生という教授の方にお話を伺ってくると、台風っていうものをどう扱うか、その台風の制御だとかというのですね、それこそ昔 SF 系の漫画とかだと、ね、未来の世界ではこの台風ってものを消せるんだとかね、いうような話が出てきたりなんかして、で、そんなことできんのかよみたいなね、夢物語だろうということなんですが、これをですね、本気で研究をしているという人たちがいるんで、まあ、そのね、トップの、先生に、まあ、話を聞きつつ、どういうことをやってんだろうねと、台風のメカニズムだとかね、その辺のこう話を聞いてくると、いや、わかんないことがいっぱいあるんだなという。私、ガキの頃とか、確か中学か高校ぐらいの時なんですけど、ツイスターっていう映画があって、で、これがですね、アメリカの、まあ、ハリケーンをどう研究するかっていう話で、なんかそれこそゴルフボールだとかソフトボールぐらいの大きさのセンサーがついたあのものをこういっぱいこう竜巻の中にばらまくわけですよ。ほうほう。で、それによってデータを解析するんだみたいなことをやって、で、竜巻が起こったっていうと、その、センサーがいっぱい詰まった車をですね、飛ばして竜巻の中に突っ込んでいくんだけど、近づきすぎると当然ながらとても危険になるんで、みたいな。そうですよね。だからその竜巻との戦いみたいなですね、映画だったんだけど、でも、ここまでしてやっぱデータ取んないとデータないんだと思いながら見てたんですけど、陸上だったらまだそういうことができるけどね、台風の場合は基本的に海で発生して海で発達して、で、陸に来る頃にはだんだん減衰してくるわけじゃないですか。で、海の上にセンサーをこう浮かすわけにもいかないし、で、ブイとかを浮かしたところで波でこうね、大変なことになるんで、だからその辺のこうデータの取り方が実はすごく難しくて、わからないことも多いんですよ、みたいな話を聞いてですね、いや、これだけ台風と我々付き合ってきたのに、まだ知らないこといっぱいあんだね、というね、そんなですね、まあ、台風の最新研究なども今週1週間の中で、お伝えしていければというふうに思っております。まあ、昨日は母校に行ってきたわけですが、
随分変わってるねというね。あ、そうですか。いや本当まあ前にもね話したけども妻を連れてったら妻はあの関西の私立の出身なんでそこと比べるともうかまぼこ弊社が並んでるっていうですねひどい表現をしたんですけどもちろんあのかまぼこ弊社的なものはまだ残ってるんですけど、はいはい、それがあの表向きちょっとガラス張りで化粧したりなんかしてですね。あ、おしゃれになってるんですか。いやなんかさ、うん、そうなんだよ、ね、キッチンカーみたいなのが出ててさ、でもそれも話聞いたらね、コロナで学食とか行くと全く喋れないと、はいはいはい、あ、なるほど。でところがああいうところでテイクアウトしてで晴れた日なんかはねベンチで食ってる分には誰にも咎められないと。だから逆にこっちが発達したんですみたいな話を聞いて、だからあの中にはですね私通ってた学食一つ潰れちゃっててあらなくなってたりなんかして、あ、こういう時代の変化もあるのねということも気づかされたんですけれども、だキャンパスライフなんてもいろいろ変わってんだね、昔はあの全部棟だったんですけどあの学内にバスが通るようになったりとかね、路線バスが学内まで入ってくるようになったりとかね、変わってるねというね、私のキャンパスライフ20年以上前、そりゃそうだよね、変わるわなと。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご意見を寄せください、映画ツイスターの話をちょっとしたらスタッフがあの CM で竜巻にこう牛が巻き込まれてもうって言いながら上がっていくんですよねって、あ確かにあのシーンなんか覚え、あアメリカの竜巻とか台風ってのはこんなに大変なことになるんだっていうのをね、確かに鮮明に覚えてますね。あれ確か中学か高校ぐらいだと思いますが、さて、今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さん、この後6時半過ぎからご登場。まずはふるさと納税の基準の見直しについて深めてまいります。そしてニュース7時またぎのゾーンは、今新業アナウンサーのニュースでもありましたが、自民と公明東京を除いて次の衆議院選挙で、まあ、総合推薦をしましょうねということが出てきました。それから、韓国輸出規制に関するいわゆるホワイト国復帰が決定したと、昨日閣議決定が行われております。でおはようニュースネットワークのゾーンはワグネルのプリゴジン氏がベラルーシに入国かと、ルカシェンコ大統領がその旨発表したということですが、まあ、このあたりこの先の影響についても、慶応義塾大学総合政策学部教授の広瀬陽子さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。で教えてニュースキーワードのゾーンは内閣総理大臣秘書官、官僚のですね、まあ、あの各省の幹部の人事が昨日発表されております。そしてスクープアップのゾーンは特集、西日本豪雨から5年、今日は都市の水害対策について元山梨大学教授の末次忠さんとに話を伺ったその模様をお送りいたします。メールツイッターこちらです。メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 ファックスは 0570-021242、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。今週はフライスターのパン粉4種類とフライスターのキャラクターフライマンオリジナルグッズをセットにして毎日お二人の方にプレゼントしています。コージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました、今日の紙面もバラバラという感じであります、朝日新聞はふるさと納税の経費厳格化というのが一面トップです。寄付を含めて5割まで、地場産品の基準もということで、ね、まあ、これについてはですね、高橋洋一さんにこの後ご登場の6時半過ぎのゾーンで、詳しくお話を伺おうと思います。まあ、なんといってもふるさと納税の制度設計をした人ですからね、その精神がどうこう変わっていっているのかどうなのかというあたりもですね、聞いていきたいと思っております。そして読売一面はロシアのブリゴジン氏の反乱について、ロシア反乱の捜査終結、プーチン氏内戦を阻止強調、ブリゴジン氏ベラルーシ到着ということ、まあこのあたりについては後ほど7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンで、慶応大学総合政策学部教授の広瀬陽子さんにつないで、まあ今後この後のロシアのその政界のねバランスであるとかも含めてお話を伺おうと思います。
毎日新聞は特集です。世界人口高、高は考えるという字ですけれども、まあ、特集記事で高出生率幸せですか、対少子化で得た経済発展というニュースであります。まあ、このね、人口の政策についてっていうのは確かに日本だって1970年代ぐらいまでは、むしろ人口がこう多くなりすぎることによってで、まあ、食料をどう調達するかとかそういう話をしていた時期だってあるんだという話であります。それからこれは気になる記事でもご紹介しようと思うんですが、産経新聞一面トップ、ウクライナ新幹線構想と副首相移行復興に日本の技術ということで、まあ、前にもですねお話ししたことがあると思いますけれども、ウクライナの鉄道のレールの幅っていうのはロシアに準拠しているということで、まあ、元々が旧ソ連の構成国であったということもありますんで、1520ミリというですね、まあ、ヨーロッパの標準の1435ミリ、これは新幹線も日本の新幹線も同じレールの幅ですけれども、これよりも広いということがあるので、まあ、そのまま走らすと脱線しちゃうと、ですんで、まあ、横にですね、貨車とかあるいはホームの向こうとこっちでレールの幅が違 う、車両を置いておいて乗り換えてもらうとか、そういうことがまあ必要だったんですけれども、まあ、これをですね、ヨーロッパの標準と同じ1435ミリにした上で、物流とかをね、つなげようとこういうようなこと、まあ、それが結構いろんなところに波及するんじゃないかという指摘をしましたが、新幹線構想というね、日本の技術も導入したいということが、まあ、ウクライナ側から出てきているということなんですけれども、これ一つね、そう、まあ、日本で暮らしていると新幹線ってこう独立した、ね、システムになってるじゃないですか。これどうし、しょうがないのが、在来線とレールの幅が違うんで、総合直通ができないわけですよ。で、一部総合直通してるじゃんっていうね、確かに秋田新幹線とか山形新幹線とか踏切のある新幹線なんとか出るんですけれども、あれは逆に在来線の側を1435ミリにレールの幅を変えて、でそこを走る電車は在来線と全く他の路線と同じ電車を使ってるんだけど、履いてる台車が違うっていうですね、レールの幅に合わせた台車にしてるんで、逆にあそこ走ってる在来線の電車は他の線路走れないよっていうことになっているんですね。仙山線とかそうですが、で、まあ、ことごとさようにシステムがこう異なっているので、まあ、ある意味そこだけで完結できるシステムを作っているんで、東海道新幹線みたいにものすごい列車密度で運用することができると、もう5分に1本新幹線がやってくるみたいなことができるのはそういう独立したシステムだからと。で、じゃあヨーロッパの他の国で何やってるかっていうと、高速専用線は確かに作ってるんですよ。で、それが在来線と接続する形になっていて、途中まで在来線走って、で、高速線に上がって、そこはドーンとですね300キロぐらいで走って、また在来線に戻って、都市の中心駅に行くというような構造になっていると。で、どっちかっていうと多分ウクライナそっちのシステムを導入することになるんじゃないかなと。で、今もすでにその客車だとかっていうのが200キロぐらいで走れる仕様のものっていうのはバンバン出てきているので、そうすると、まあ、信号システムだとかなんとかとかっていうのが、まあ、日本の新幹線のシステムの一部は取り入れることができるかもしれないんですけれども、結構日本の新幹線って特殊な形をしてるんだよねというのは頭に入れといた方がいいかもしれません。アメリカなんかでやろうとしてるのは逆に今鉄道の線路ってものがほとんど貨物専用ぐらいしかないので、新しいものを入れることができるっていうところなんですが、既存のインフラを使うってことになるとちょっとそこはですね、システム上の違いってものは結構あるんじゃないかなとは思います。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は数量政策学者高橋陽一さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。日曜日のイベントもありがとうございました。ありがとうございました。すごい盛況だったね。ね、はい、ね、たくさんの方にお越しいただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、今日まず取り上げるニュースはふるさと納税について基準見直しということでね、また厳しくなるなんていう、経費厳格化というふうに朝日新聞一面でやってますけれども、なんか。年を追うごとになんか縛ってきてません？総務省。これだ、もともとが官僚が嫌いな制度なの。官僚が嫌いな制度。
官僚の嫌いな制度を作ったわけですか。作りました。もともと菅さんにね、言われてね、はい、私は法律とかそういうのをやっただけですけどね、うん、菅さんの趣旨をね、生かすためにね、うん、だからそれはだから、寄付、なんかどっかに納税できないかって言われたんでね、うん、それは難しいですよと。自分の出身地とかね、うん。それは難しいですよ、うん。寄付してくださいと。寄付した分だけ、税金安くすることは簡単ですけど、と。そういう言い方をしたの。だから寄付と税額控除っていう二つの組み合わせの制度を作っただけなんですよ。で、その時に、返礼品がこんだけ大きくなるってことは正直言って予想はしてなかったけれど、はい、ただある程度、全然ね、予想してなかったってわけじゃなくて、返礼品をどういうふうに処理するかっていうのを、時に、私の最初の理解はね、はい、返礼品っていうのは少な、それぞれの自治体の財政支出になるわけです。絶対に。そうですね。はい、だから、それは自治体の、はい、議会とか自治体に任せればいいですっていうのは基本。ああ、だから返礼品が豪華になって入ってきたものの方がほとんど手元に残らないとしても、それは自治体の判断だと。判断。うん。判断にしてくれと。判断でやるのが一番いいでしょうと。要するに、いろんな細かい話なんて、ことも、自治体に任した方のがいいでしょうと、というのが基本。だから財政支出については何も最初規制を入れなかったっていうのはそういう趣旨で入れなかった、うん、でね、それに対して自治体の手元にお金が残らないんじゃ意味がないじゃないかみたいなことになって、そんなの余計なお世話でしょってはっきり言えば、うん、と私はその当時は言ってました。そんなのね、そもそも持ち出しのことなんてね、自治体がやらないでしょと、はい、わざわざ損するようなことはしないだろう、で、それでも議会がね、はい、地方議会とか自治体がね、それでも OK だと言うんだったら、それはそれで、なんか地方政府の方からね、いろんな手を挙げても言わなくてもいいでしょうという、うん、そういうことも言いましたよ。そんな箸の上げ下げまで指導するような時代でもないだろうと。それであと一律のね、はい、なんか規制とかね、これもね、なんかそぐわないでしょうと、やっぱり地方にそれぞれお任せしてね、はい、それでお任せしてやった方がよろしいでしょと、そうすると競争見たくなるでしょ、うん、それとあと、なんていうかな、ある意味で有権者から見たら、選択が出るでしょと、こういうのをね、実はね、政治学の言葉ではね、はい、足による投票っていう言い方するんですよ。足による投票、手の投票は普通の投票なんだよね。でも、そうじゃないから、足による投票っていう言い方してね、はい、これが民主主義の国かなんかでは、ね、根付かせるにはいい方のやり方っていうのも、実はそういう文献もあったからね。私なんかそういうのを、はい、で足による投票ですけど、みんな なんだっていうのなることを言ってたけど、そういうふうな考えでね、実は制度設計はしたんですけどね。ところが今総務省が言うのは、その足による投票ではなくって、これが、競争が過熱してしまっていると。だからそれは、官僚屋なんですよ。なぜかっていうとね、税収が入るでしょ、はい、それを差配するのが官僚の仕事だったんだけど、その税収の一部を納税者が決めないでしょ、はい、だから制度設計やるときに非常にポイントになったのは、何に使ってくださいってみんな書かせてるはずなの。確かに選択肢ありますね、はい。教育に使ってくださいとか、インフラに使ってくださいとか。そう。これをね、これがポイントなわけ。何に使ってくださいってことが言える珍しい制度なの。だからだいたい税金って取られても、どこに使うか分かんないっていうのがみんな不満があったんでね。ここが気になるプラス、ふるさと納税についてでありました。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝は数量政策学者高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ふるさと納税結構いろいろね、コメント届いてますが、IDC18 番和田さん、本来税を納めるはずの居住地の自治体の行政あるいは首長への納としての意味を持たせられるというのは住民として興味深いところです。ただ肝心の自治体の側がそう発信せずに、住民が欲に目がくらんだなどと思われるようでは効果は伴わないですよねと。それ無能な自治体ですから、そういうのもチェックしたらよろしいんですよ。90億円以上充出しているみたいなことを言っている。そういうのは無能な首長なんで、ね、よくそこを見た方がいい、ね、だ足によるとそう。確かにそう考えると民主主義の一側面というかね、う重要なこう意思の発露みたいなものだって手による投票っていうのは限られてるでしょ、機会もね、そう毎日毎日あるもんでもないと。
さて、では株と為替の動きをお伝えしておきます。現地27日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前の日と比べて212ドル3セント高い33,926ドル74セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は 219.89 ポイント上がって 13,555.67 でした。一方、円相場は1ドル144円10銭付近で取引されております。まあ、ダウはアメリカの景気指標が堅調だったということで、ハイテク株などに買いが入って反発をしたということであります。で、この円ドル相場がね、円安に触れているというところで、まあ、勧誘があるのかどうなのかみたいなことが、日本の中では聞かれたりなんかもしますけれども。勧誘どうなんですかこの辺っていうのは。分かってたら教えて。分かってたら教えて。まあ、このぐらいの水準は、はっきり言うと、はい、円安になればなるほど、税収も増えるし、企業収益も上がるんで、はい、この時に介入するのはほとんどアホですね。まあ、税収相当上振れしそうだったよね、また今年もと。だから、それが嫌だから変なことするんでしょ。嫌だから。嫌だ。いいじゃないと。別に税収が増えて GDP 伸びるんだからと、私は単純に思ってるだけですけどね。あとね、税制の部分は、まあ、財政出動でやればいいって感じですか。では、この時間取り上げるニュースこちらです。自民と公明、次の衆院選で東京を除き相互推薦する合意文書を交わす。次の衆議院選挙の協力について自民公明両党は昨日、東京を除く全国の小選挙区で原則相互に推薦する合意文書を交わしました。自民党は公明党が候補者を擁立する全国11の小選挙区のうち、東京29区を除く10の小選挙区で推薦するとしております。合意文書について記者会見をする自民党茂木幹事長の音声を聞きいただきましょう。与党としての議席を最大限確保するとの認識は両党間で共有していると思いますんで、引き続き、両党の対応、さらに、どんな協力ができるかもですね、協議をしていきたいと考えております。ということで、まあ、茂木さんの音声をお聞きいただきましたが、東京じゃ揉めてるけどそれ以外は協力しようねと、いうことであります。はい、29区ってあれ荒川でしょ、足立の一部の、ね、そうですね、はい、あたりですね。あそこ、まあ、ね、はい、公明党が、はい、非常に強い、強いところですね。うん、足立の区議会は そうね、トップ公明党ですからね。28区とかそういうのは一応大丈夫になったんですかね、よくわかんないけどね。28区練馬のあたり、ね、一番焦点にされているところですか。そうそうそう、家のすぐそばだけど、でも最初から28じゃなくて29が本命かなと思ってたけどね、まあもう一選挙区欲しいという公明と、ね、いやここはここじゃないところでみたいなのをね、ずっと揉め続けましたね。本当に、まあね、公明党さんも維新がね、はい、関西で6つの選挙区でね立てるってことになったから、もう尻に火がついてんでしょうね。兵庫大阪6選挙区、ね、大変ですね、あれはね、はい、今までは維新の候補立たずというところでした、ね。まあ、これの説明の時にすぐなんかみんな都構想だって言うんだけど、いや、はい、都構想じゃなくて、あれはただ大阪市議会のあれですよ。まあ、大阪市議会の多数派が維新が取ってないから、公明党に協力いただかなきゃいけないって、はい、その代わりですけどね。過半数を取れていなかったと。議会の場合、過半数取れないと、行政結構やりにくいんですよね。これは全くねじれたから、国政も一緒なんだけど、はい、過半数取れなかったからっていうことなんで、ね、市議会がね、今度、過半数取れたでしょ。はい、この間の統一地方選挙で、そしたらもういいよってもういいよとですよ。やっぱりそれでなんか不自然ですよね。公明党の候補しか立たないで、自民も維新も出ないと、はい、そうすると公明党共産の一騎打ちみたいな構図になりがちだった。勝つでしょうね、公明党は。ねだから、そのあたりを、だから、6つね、ひょっとしたらね、6選全敗かもしれないから、はい、どっかで取り戻さないと公明党も国政で大変なんじゃなんです、でしょうね。でもこれ、ね、自民党さんもよく考えた方がいいですよ。公明党と組むのがプラスかマイナスか。はい、一般的に言うと1万か2万とか言われてるんでしょ。ああ、各小選挙区ごとにね、そのぐらいの票の上積みがあるんだ。
でも公明党組むことによって自民に入れない人がどのくらいいるかっていうのの話なんですよね。ああ、今回は、まあ、その逃げた票が維新に行くんじゃないかということが言われ、うん、まあ、そこが警戒心かなりあるということも言われますよね。でもだから、あれでね、結果的に、あれでね、その、自民党からしてみるとね、公明党と組むのがプラスかマイナスかって、誰、よく考えてないんじゃないかな、これ。一般でなんとなく1、2万って言われてるんだけど、結果的にあれですよね、公明党と組まなかったね、人。はい、で何人かいるんですけどね、あ、勝つんですよね。まあ、直近の、ね、国政選挙というと去年の参議院選挙になりますが、岡山の小野田君さんという方は、もっとくも推薦なしだったのがすごい勝っちゃったでしょ、はい、うん、それはですよね、あの、これでいろんな世論調査しても、はい、あの、組まない方がいいって人が多いんだよね。あの、自民では公明党組まない方がいいと、やって公明党と組んで、あの、まあ、親中的な、ね、話でね、すごく本来の保守政党の自民の、ね、政策が歪むっていう人多いんですよね。そう思う人が、そう、あの、調査するとね、だから案外これはね、面白いと思いますよ。どういう結果になるのか、東京でやってみて、関係なかったら面白い。これね、そうなるとその先のまた連立の構図がとか、そういうことにもなっていきますかもしれないし、まあ、公明党と自民っても20年ぐらいでしょ。そうですね、20年以上、はい、な、制度って長くやるといろんなね、弊害が出てくることがあるから、なるほど、時々は見直した方が面白いと私は思うんだけど、ちょっと不謹慎な言い方ですけど。7時またぎ前半戦は、まあ、国内の、ね、政局政治についての話でしたけれども、続いてですね、昨日政府の閣議の中で、韓国に対して輸出手続きを簡略化できる優遇措置を、いわゆるホワイト国という、これに復帰させるということが決まったと、まあ、閣議決定されたということでありますけれども、うん、まあ、この輸出規制の話っていうのはね、第三国に、まあ、物が渡ってんじゃないかっていうところが、うん、まあ、危惧されていたことがあったようですけれども、そうですね、あの、これあれですよね、一連のなんか、なんていうかな、日韓問題がたくさんあった時に出てきたんだけど、はい、確かでもこれはホワイト国にするときにそういうのと関係なくてって、はい、ただに第三国の話が大変ですよっていうね、漏れてるかっていう理由だったと思いますよ。そうですよね。うん、これ、あの、その、いわゆるね、先週の募集校、徴用工の話で、うん、韓国の最高裁が、まあ、条約の趣旨に合わない不当な判決を出したとか、なんかそんなところと絡めて報じられがちですけど、うん、実際はそれとは別。というふうに、社会が説明してたでしょ。そうですね。そしたら、あの、それどうなったのと。うん、それで、でも、なんか、あの、なんか、西村大臣はね、はい、第三国不適切な輸出が確認されるなどの問題が生じた場合には適切な対応を求めて、そういうのが ないから やるんだろうっていう話だよね。なんなのこれ、なんなのこういう答弁は。こういうのがそこを確認してしたから、実はあれでしょっていう、ね、あの、第三国不適切な輸出がないという体制だからっていうことでやるんでしょ。まあ、そうじゃないとロジックとしては立たないんですよね。あと、なんか変なんだよね、あの、同時に日韓、あの、スワップっていうのも、なんか、通貨スワップ、通貨スワップをね、協議するなって話で、はい、あれはでも、あれはちょっと理屈があってね、はい、あの、プサンで慰安婦像があったからっていう話でしょ。うん、それでもあれは慰安婦像の話は撤去もなくて、そのまま、はい、あの、なんか、条例でね、ほとんど事実化、既成事実化しちゃったんですよね。ああ、釜山の日本領事館の前にと。なんかおかしいなって、データ照射はうやむやのままだし、なんかよくわかんないですね、これ。もうちょっときちんとしないと、外交にならないと思うけどね、はい、こういうのって。理屈がきちんとしればいいですよ、別に。今回もこれで、ホワイト国の話でも、その韓国の体制がきちんとしてたと。はい、で、前の話について、このような話でね、ちゃんと対応をなされてますっていう説明してくれるんだったらわかりますけどね。まあこれね、あの、今回閣議決定をして、で、政令を改めるんだと。うん、で、7月21日に施行すると。うん、まあまだ期間ありますから、そこで説明の機会はいっぱいありますよ。そういう時にね、あの、記者の先生行ったらいいんですよ。質問したら。前はこういうふうに説明だったけど、それがどのようにかということになってからこういうふうには今回は決定なんですかと。答えられなかったらダメだもん。
まあ、このところね、そのユン・ソンニョル政権に変わってからの岸田さんの対応は、かなりね、シャトル外交をやってみたりとか、G7 サミットにもオブザーバーで招待してみたりとか、近づいていってるという、まあ、安全保障上のこれは要請もあるのかもしれませんけれども。そうね、あるかもしれないんだったら、例えばね、さっき の、 スワップだったら、慰安婦像は撤去できてないんだけど、安全保障上の要請があるから、しかなくやりましたって言うんだったら分かりますけどね、分かる。そうやって説明してくれればね、なんかわけわかんないでね、前の説明、前にダメにした説明が全然上のままにやっちゃいかんなというのは私は思いますけどね。まあそこをきちっと説明せずに、何かこう、日韓友好素晴らしいじゃないかと、仲良くすることは素晴らしいことなんだと。まあそればかりになると、後々に禍根を残すということですか。そうですよね。だから何でもそうですけどね、筋を落とさないと。筋を落とさない。それは外交だって舐められちゃいますよ。このね、日韓の関係についても取り上げました。メールやね、ツイッターも、ふるさと納税は結構いろんな人が興味あるみたいですね。来てます。アバオアクーさん、この方はひょっとすると、自治体の中の方かもしれませんが、法定外目的税も記載に規制があって自由な財源でない中、自治体のファンディング、まあ、資金の調達を考える上で、工夫と自由が利く貴重な財源だと思います。ふるさと納税に絡めた施策を見るとユニークなものが多いです。首長の手腕の見せ所ですよね、と。そうよ。そういうために、だから、制度設計するときに何に使うかってとこ、そこだけは書いてくださいって。あんまり規制はしないんだけど、はい、そこは書いてくださいって言いましたけどね。確かに、あれも、こう、自治体がいろんなこうメニューを、用意して、ね、で、それをこう、選択肢でね、中には自治体お任せみたいなのもあるけど。まあ、それもね、はい、それも含めてね、判断してね、いただくのがよろしいんじゃないかなと思うけど。結構、細かくいろんなことをわーっと書く自治体もあれば、こうざっくりとした3つぐらいの選択しかないところもあったりして、そこだから個性が出て面白いでしょ。私のやってる自治体なんて、ね、ものすごく具体的にね、はい、ね、尖閣の四角の島だけど石垣なんかね、こう細かく書いてあるから面白い、なるほどね。ここのね、この橋を直すとかなんとかとか、あっちだから、あっちだの方のね、はい、国防の関係の話だけどね、国防の書いてあってね、なかなか面白いでしょ、ああいうの見てて。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。ワグネルのプリゴジン氏、ベラルーシに入国か。ベラルーシメディアによりますと、ロシアで反乱を起こした民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏がビジネスジェット機でベラルーシに到着し、ルカシェンコ大統領は入国したことを認めたということです。ルカシェンコ大統領の仲介でベラルーシに向かっていたプリゴジン氏は SNS での情報発信も途絶え、消息不明となっておりました。まあ、しばらくね、SNS への投稿が途絶えていたということで、消息不明かと。巣は、これは、まあ、消されたんじゃないかとかね、いろんなことが言われましたけども。でも、そのね。はい。発信してね、居場所を明らかにしてるってのもね、それもリスク、リスクでしょうけどね。まあこれ、週末ね、土曜日の朝起きたところから、おお、何が起こってるんだというのが始まって、で、日本放送では朝6時からの番組をやってまして、そのイベントがちょうど日曜だったということで、ね、高橋洋一さんとね、ご一緒しましたけど、あれびっくりしましたよね。でも、1日で終わっちゃったじゃない。そうなんですよ、ね。だから、ある意味で、ね、いろんなマーケットとかそういうのは全然関係なくて、確かにたった1日だったですね。たった1日、もうちょっと長引くかなって正直って思ってたんだけど、なんかね、日曜日のコメントって終わってたから、はい、まあ楽は楽でしたね。まあそのあたりね、どういったことが起こっているのか、まあ謎に包まれているところも多いということですが、国際政治がご専門、慶応義塾大学総合政策学部教授、広瀬陽子さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。広瀬さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、まずはこのプリゴジン氏がベラルーシに到着したようだということが出てきましたけれども、これどうまずご覧になりますか。はい、
まあ、一度は消息不明となっておりまして、はい、まあ、それこそ今おっしゃっていたように、もうすでにこう暗殺されているのではないかというような懸念すら持たれていたわけですけれども、まあ、とりあえずこう最初にまあ結ばれたディールの通り、まあ、ベラルーシには無事に行ったというふうにまあ見ておりまして、おそらくまあ消息不明だった期間というのは、はい、まあ、いろいろもはや多分ですね、まあ、ロシアに帰らないということも念頭において、いろんなものをこう、引っ越しのためにこう集めたりとか、あの、またワグネル自体もですね、活動がおそらく、まあ、ベラルーシに拠点が移るということで、まあ、あのワグネル関係のものも含めた形での、まあ、引っ越し準備をして、まあ、向かったということではないかと思います。これ、ベラルーシが受け入れるっていうのは、まあ、あのそれなりにメリットを見出してるんですか、それとも押し付けられたみたいなところあるんでしょうか。両方考えられますね。で、まず、まあ、今回のこのディールというのは、はい、このロシア側からこのベラルーシのルカシェンコ氏に今仲介を頼んだということなわけなんですけれども、はい、まあ、この騒乱が始まる中で、このロシアの騒乱がまずベラルーシに波及する可能性というのがあったんですね。あの、まあ、これ短い騒乱ではありましたけれども、はい、その間に、まあ、ベラルーシでも、まあ、また反ルカシェンコの運動を起こそうというような運動がちょっと出ておりました。ですので、これ早くにこのロシアの騒乱を収めることこそが、まあ、ベラルーシの安定につながるということで、まあ、ルカシェンコ大統領も非常に必死だったと思いますし、かつここで、まあ、プーチン大統領の願いを叶えるということでですね、はい、まあ、ルカシェンコ大統領とプーチン大統領の関係というのも若干微妙なところがあるわけですけれども、まあ、ここで貸し、まあ、を作ることができれば、まあ、今後のベラルーシの運営についてもいろいろ安定材料ができるということで、まあ、ルカシェンコ大統領にとっては、まあ、いいことが多い。かつですね、まあ、あの今後もしあのベラルーシにおいてワグネルの活動を認めていくということになれば、今度こうベラルーシがこのワグネルを使える可能性というのも出てきます。まあ、その辺も含めてですね、いいふうにこう動けば非常にいいことばかりというふうにも見られたと思います。はい、あのルカシェンコさんはこのところその戦術核の配備であるとか、かなりこうロシアからプレッシャーを受け続けているように見えたんですけど、まあ、その辺もあってちょっと貸し作っておきたいとか、そういうのあるんですかね。もちろんそうですね。で、一番もベラルーシが避けたいのは、はい、やはり例えばロシアが軍の基地をベラルーシ内に作りたいであるとか、あと、あの、もっと嫌なのがですね、今、ウクライナでの戦争に、ベラルーシ兵を派兵してほしいということなんですね。で、そういうところをなんとか避けていかないと、今度は、ベラルーシ国内の動きを制圧できなくなると。はい、彼としては、まあ、この権威主義体制を維持したいというところで、まあ、なんとか、こう、プーチン大統領の圧力を跳ね抜ける要素、非常に重要だったわけですけれども、まあ、今回、まあ、一つ貸しを作れたというのは、一つの安心材料になったと思います。なるほど。これそもそもなんですが、そのプリゴジン氏の狙いっていうのは何だったと考えられますか。はい、まあ、プリゴジン氏の動きの背景には、はい、まあ、そもそもこうショイグ国防相との確執、またこの戦闘における中での軍への不満、こういうものが渦巻いていたと思うんですけれども、まあ、特にですね、6月10日にこう出た命令、まあ、すなわち、まあ、7月1日までにこのワグネル含むこう民間軍事会社であるとか私兵など、まあ、様々な、まあ、非軍事主体がですね、あのロシア軍の中に傘下に収まるようにというようなあの命令がありまして、まあ、なんとしてもそれは許しがたいということで、まあ、起きたような反発だというふうに思いまして、まあ、同時にですね、いろんな不満も交えて、まあ、プーチン大統領に聞いてもらおうというふうな思惑でやったと思うんですけれども、はい、全く大統領は聞いてくれないどころか反逆者扱いされてしまったと、まあ、そこですぐにあの自らの方向性を撤回したというふうに見ております。そもそもだから政権を転覆させようとかそういうような意図があったわけではないということですか。全くないですね。単に自分の、あの要望を、まあ、仕入れてもらおうとしたと、はい、かなり、まあ、幼稚な発想からの動きだったというふうに思いますけれども、あの大それた政権転覆などというようなことは全く考えていなかったというふうに思います。で、一方でそのロストフなどで市民からはなんか大歓迎みたいな感じになってましたよね。その辺ロシア社会に与える影響っていうのはこれ大きかったんですか。
そうですね、やはりこうロシアの中にもこうプーチン政権23年続いてますので、はい、閉塞感みたいなものはあるんですね。閉塞感であるとかこの戦争によるこう暗鬱とした雰囲気、まあ、こういう中でこう新たな役者が出てきたということで、プリゴジン氏を非常に温かく迎える部分もあると思うんですけれども、おそらくそれはまあ 25% から 30% ぐらいに過ぎないといえば過ぎないというふうに思います。逆にですね、今回の動きを受けて、まあ、所詮、まあ、非合法な存在であるのに、まあ、このような、騒乱を起こすなんて非常にもう大それた、まあ、許し難いというような、気持ちを持った人も多いと聞きますし、またこの政府のワグネルに対する反応に困惑していると、少し前までは、この、ウクライナ戦争における功績を称えるということで勲章まで与えようとしていたですね、相手に対して突然こう反逆者というように評価が変わったと、はい、我々どういうふうにワグネルを見たらいいのかというような形で困惑している層もいまして、こうロシア社会の受け止めというのも非常に、まあ、多層的になっていると、まあ、しかし、まあ、多分政権にとっては不幸中の幸いだったのは、はい、非常に短期に済んだということで、まあ、あまりこの混乱が広がる前に状況を収束できたというのは、まあおうちの幸いと言えると思います。これそうなると来年3月に大統領選控えてますけれども、それへの影響というのもさほど考えなくていいですか？現状では考えなくてもいいのではないかと思いますけれども、まあ、ただですね、今回のことでこういろんな閉塞感、国民の不満みたいなものが、まあ、浮き彫りになったのも事実です。まあ、そういうこうなんか不満がこうちょっと出てきた層がですね、まあ、今後も不満を持ち続けるであるとか、また今回のことに触発されていろいろ不満を持っていた層が、まあ、新たな動きをこう起こさないように、まあ、政権としては抑圧体制にならない程度にこうグリップをこう強化していくというような微妙な舵取りを迫られるというふうに思います。なるほど。それからそうなるとこの一連の騒動というものがこのウクライナの戦線に影響を与えるというのもどうですか？それもなさそうですか？そうですね、短期的にはないと思うんですね。やはりこの短期に収束できたということで、例えばこれが長期化、大規模化したとなれば、ウクライナで展開している軍も一部こうシフトを変えて、まあ、国内向けにも展開しなければいけないようなこともあったかもしれませんでしたけれども、まあ、そういうことがなかったので、戦線にはあまり影響はないと思うわけなんですが、ただまあ今回のことというのは、こうロシアのこう政治的な脆弱性を示してしまったということで、はい、まあ、ウクライナをこう息づかせてしまったということはあると思うんですね。で、また非常に短期間にワグネルがもう北進できてしまったということは、はい、まあ、ロシア国内の防衛体制の弱さということもまた見せてしまったと。ということで、今ロシア国内での戦闘というのは国境付近に限定されており、まあ、しかもこうウクライナで の義勇兵みたいな人たちはやっているということで、まあ、かなり限定はされているわけですけれども、はい、まあ、そういう義勇兵などがですね、こうもっと、まあ、ロシア内部に入っても大丈夫なのではないかというような形で、より余計にこうロシアへの戦闘方針を変えてくるというような可能性もありますから、やはりですね、中長期的に見ますといろいろな影響は起こりうるというふうに思います。なるほど。続いて教えてニュースキーワードです。内閣総理大臣秘書官。政府は昨日の閣議で財務省出身の宇波博隆総理秘書官を財務省に復帰させ、7月4日付で財務省官房長にあてる人事を決定しました。後任の総理秘書官には財務省の一松潤主計官がつきます。一松氏は1995年に旧大蔵省入り、奈良県の副知事や市計局調査課長などを歴任されたということであります。まあ省庁の、ね、幹部人事が昨日一斉に発表されて、今日の新聞にはそれが載っておりますけれども、うん、まあ、この秘書官人事は結構大きいですか？それは役人人事でね、今日だからいろんな、はい、提案が ね、 あったんだけど、それぞれの省庁のね、はい、局長とかそういうのがね、解説してくれますかって言われたんだけど、それだったら秘書官でしょと、うん、それが多分一番ね、やっぱり大きいし、うん、影響あると思うんでね、はい、まあ、他の省庁の事務次官よりかは、はい、秘書官はね、総理秘書官は特に、総理にくっついてるから、影響力あるし、うん、で、例えば、例え
も総理にね、話するにも、そういう秘書官を経由しないとアポ取れないですからね。ああ。うん、なんか非常に重要ですよ、これ。うん。まあもちろん政務秘書官っていうのはいてね、はい、まあ島田さんっているんだけどね、それがやるんだけど、うん。いろいろとね、日程もやるんでしょうけどね、そこにでも一番アクセス簡単にできるのは、この総理の事務秘書官ですよ。だからものすごく財務省にとっては重要でね、はい、この事務秘書官になったら大体次官になりますね。ああ、なるほど。そのぐらいの出世コースでもあるし、うん、重要なポジション。まあ、大体っていうのは、もうポイントなんだけどね。そうじゃないのもたまには言うけど。たまにいるけど。まあでもまあ、大体すごい出世だし、一番やっぱり優秀なやつそばに入れとかないと、うん、あれだよね、初期動作の時間違っちゃったら大変ですからね。ああ、なんかあった時に。そう。だから今回これで、この、ね、いろんなね、人事難件を話、ね、このスタッフの人が持ってきたけど、はい、まあ、総理秘書官でしょうね。なるほど。まあ、これ、事務の秘書官はね、各省庁から出しているというものが。そう、でも出せない省庁も結構あってね。だから財務、経産と、あとなんだっけな、警察、外務、はい、それとあともう一個あったね、厚労から出したりとか。うん、そうそう、はい。これだからものすごく大変なんです。要は内政関係だと総理秘書官出せないと、もうここに財務に頼まなきゃいけなくなるんですよ。うん、これ全部コントロールするとかね。私官邸中にいたからよく分かりましたよ。おお、やっぱアップを取る取らない一つでもっても、それだけでしょ。うん、だから総理のところに直接行ってね、話できちゃったら、それはそれで一番楽ですから。うん、だからこの秘書官が、でも定員がまあ規制で、法律で決まってるからね、はい、それ以外の準秘書官っていうのもあってね、そういうところには大体主な省庁は行ってますけどね。秘書官好きとか、そういうところですか。秘書官好きは、この財務とかなんとかが行くでしょ、はい、それが大変だから、もうちょっと若いやつがその下で働くんだよね。その下でくっついてる、うん、3時間なんだけど、はい、うん、いろんな省庁の3時間で、そこもダイレクトに一応総理と話のは可能は可能なんですよね。だからね、まあそういう時にね、はい、財務省の秘書官を入れるか入れないかとかね、会議の時にいろいろとね、駆け引きありますよ。ああ、案件によって、こう集めるメンツが変わって。入れないと後で大変にいじめられちゃうから、絶対財務省の、この事務秘書官入れますけどね。私入れなかった。私関係なかったから。全然、全く関係ない枠で入っちゃったから。その事務秘書官にね。いつもなんか安倍さんから連絡直接入って、ちょっとって言われて、私一人行くんですよ。それものすごい珍しいパターン。まあ、いませんでしたね、そんな人はね。これね、各省庁から出していますけど、ね、官邸は官邸で、今権限も強くなってるというようなことも言われて、だそうすると親元の論理というものよりは官邸の意向で動くのか、それともやっぱり親元なのか。そこが微妙ですよね。だからそこがうまく、あれでね、やるっていうのがちょっと知恵が必要かもしれないですよね。それは、政治家の側に知恵が必要ということですか。政治家の方も、秘書官の方にも知恵が必要。あ、こいつはどっちやって偏っているのはすぐ分かっちゃったらね、もうダメでしょ。で、私見たくね、官邸に行くときにね、席、ね、抜いていけば簡単なんで、もう財務省からもういりませんと、うん、戻らなくていいですから、もう片道切符で行ってきますと、片道切符で行きますって言っちゃったらすっきりして、うん、で大体ね、片道切符キップで行くとね、ろくなことにならないって、私の例を見てみんな思ってるらしいんだよ。片道キップで行ったら私とね、江田さんしかいないらしいんだから。ああ、江田健二さんですか。そうそう。だから片道キップで行くと大変なことになるってみんな思ってるらしいから、で帰ってからなんか楽しみじゃない。このだって、宇波さんだって帰って官房長で事務次官、はい、次に、あれでしょ、主計局長事務次官でしょ、おそらく。ああ、やっぱそういうこうルートが、まあ、レールが引かれて。引かれてますよ、完璧に。まあ、官房長って言うともう相当偉いですもんね、すでに、ね。うん、それで、ね、うん。だからそういう片道キープで行くやつはバカだと言われてましたけど。あ、まあ、枝さんは橋本龍太郎内閣のもう片道キープで行ってと、うん、あの人は片道に支えたのかもしれないけどね、本当に片道に行ったのは多分私だけかもしれないよね。もう手挙げて、もう手挙げて転籍っていう形で行っちゃった、うん、なるほど。続いて、ここだけニューススクープアップ、今週は特集企画です。平成30年6月28日から7月8日にかけて西日本を中心に大きな被害をもたらした西日本豪雨から5年ということで、被害を受けた現場、そして豪雨災害の対策について考えるという1週間であります。で、月曜火曜は広島、朝霞町、岡山、真備、2つの現場のリポートを内田由紀アナウンサーがしてくれました。
ましたが、今朝は都市の水害対策についてであります。河川減災がご専門の元山梨大学教授の末次忠さんに電話でお話を伺いました。末次さんは今国や多くの自治体で使われている洪水ハザードマップの計算式を編み出したり、その一方で計算に現れないリスクに対応するよう警鐘を鳴らしていらっしゃりと、減災、災を減らすと書いて減災を呼びかけております。ではインタビューの模様をお聞きいただきます。さあ、まず減災というもの、この考え方どういったものなんでしょうか。まあ、災害を実際ゼロにするのはなかなか難しいんですよね。へー。で、まあ、災害を少しでも減らすように取り組む減災というのが、まあ、平成10年ぐらいから言われるようになってきました。これそういったことを平時に考える際に何か参考になるようなものっていうのはあるんでしょうか。そうですね、例えば国土地理院で出しているのは浸水ナビというスマホで見れるんですけれども、はい、まあ、大雨の際にその浸水状況を想定しておくのに役に立つと思います。ただちょっと、まあ、課題もあってですね、はい、中小河川が氾濫した時の情報というのはまあ入ってないこともあるもんですから、まあ、洪水ハザードマップも同じなんですけれども、大きい川の情報は入ってるんですけど、小さい川は入ってない場合があるということですね。その辺というのはどうなんですかね。やっぱりこう近所を平時歩いておくというのは大事になってきますか。そうですね、自分の近くにどれぐらいの大きさのどういう川があるかというのは知っておいてもらうのと、あとは川以外に水路とか側溝ですね、側溝、まあ、大きいのがありますね。そういうのも溢れる危険性があるというのも知っておいてもらった方がいいかもしれません。最近はその内水氾濫が増えているというのは都市の豪雨災害の特徴でですね。内水氾濫というのはこれうちの水の氾濫って書きますよね。どういうものですか。まあ、河川というよりかは、まあ、水路とか下水道から水が溢れて起きるんですけれども、下水道の排水能力を超えた場合とか、もう川の水位が高いとその水路の水が排水できない、まあ、そういうことで、まあ、内水氾濫が起きるんですね。よくマンホールからこう水が噴き出している映像であるとかっていうのがまさにそれですか。そうですね、東京なんかですと、はい、まあ、2通りあるんですけれども、荒川低地みたいなところですと内水氾濫起きやすいんですけれども、荒川低地っていうと、はい、荒川の河口の付近の、そうですね、まあ、0メートル地帯のところですね。あ、はい、で逆にその山手の方は谷地形になっててですね、はい、神田川とか石神井川っていうところは、まあ、水深が上がったり流れも速い場合があります。なるほどなるほど。洪水がですね、もうどれぐらいのスピードで高くなるかっていうのは川によって違うんですけども、はい、川に雨水が入ってくる流域面積というのがあるんですが、狭ければ狭いほど速くなります。あ、狭い方が速くなるんですね。そうですね、例えば国が管理しているような大きな川というのは、まあ、せいぜい速くて1時間に3メーターか4メーターぐらいなんですけども、はい、都内の古川とか飲み川とか目黒川というのがあるんですけれども、速くて1時間に10メートル以上上がる場合があるんですよね。なるほど。ですから、まあ、30分ぐらいで堤防を越えてしまうということも、まあ、実際起きています。同じだけの雨の量でも川によって上がり下がりのスピードが全く違うわけですか。そうですね、小さい川ほどその雨に対する反応が早くて、水深の上がり方も早いということですね。でこれ内水のその氾濫って家の中とかも影響を受けたりするものですか。まあ、家の周りで浸水が始まっても家の中はまず水がありませんので、はい、水圧がかかるんですよね。その水圧で台所とかトイレとかから水が逆流するということがありますので。なるほど。対策としてはその例えばトイレだと、はい、排水口のところにタオルを詰めてですね、がその勢いで取れないように、まあ、ブロックで重しをするとかすれば、はい、逆流はある程度防げると思います。これお風呂も関係してきますか。お風呂とか洗濯機のところとかですね。ああそうか、それも考えないんですね。あと災害とかの対策でお風呂に水溜めといた方がなんて言われますけど、これって効果あるんですか。そうですね、だいたい1軒あたりだと200リッターぐらい水が入るんですけども、例えば夕方お風呂に入ってそれをみんな一斉に流すとなればですね、かなりの水の量になりますので、豪雨の時は流さないで溜めておくというのはいいかもしれない。あー、そっかそっか、そこで排水に負担がかかると流れ込んでくる雨水との兼ね合いで処理しきれなくなるってことが起こりうるわけですか。そうですね、まあ、ギリギリで堤防から水が溢れるかどうかという時になるとそれが深刻な問題になってなるほど。
こうどのぐらいの雨量まとまった雨が降ると危険だと思っておけばいいですか。例えば東京だと1時間で40ミリぐらい降ればどこかで小さな浸水が発生するという感じなんですよね。もう1時間で80ミリぐらいになると少し大きな水害が発生します。この40ミリというのはだいたい大雨警報が発令される基準の雨量になってますし、はい、80ミリというのはよく記録的短時間大雨情報って出てくると思うんですけども、はい、それが発表される基準が、まあ、これ地域によって違うんですけど80ミリなんですよ。お目安に、まあ、考えておけばいいかなと思います。なるほど。さあ先生、改めて、都市の水害対策呼びかけをお願いいたします。はい、洪水時にやろうとしてもなかなかできないもんですから、まあ、何もないその平常時に水害を減らすためのシミュレーションをやってもらったらいいかな。それからまあ側溝とか用水が溢れたりですね、台所トイレが溢れたりするので、まあ、そういうことが起こりうるんですよというのを、まあ、認識しておいてもらったらいいということ。自分の身の回りを把握するというのがまずは大事になってくるというところですか。そうですね。それから、まあ、今回内水氾濫の話は中心でしたけれども、はい、実際一番怖いのは大きな川が発生した時の氾濫なんですね。はい、ですから、まあ、そういった大水害と小水害への対応を、まあ、分けて考えること。まあ、大きい水害は発生する可能性は低いんですけど、一旦発生するとすごい被害になりますし、まあ、小水害は被害は大したことないかもしれませんけど頻度が高いんですね。まあ、これを分けて考えることが、まあ、住民にとっても、まあ、行政の方にとっても言えるんじゃないかなと思います。元山梨大学教授の杖次忠さんのお話聞いていただきました。都市水害というね、また今までの昨日おとといのリポートとはまた別の話、内水氾濫というキーワードが、出てきました。まあ下水道からね逆流してくるっていうのは結構時々マンホールがボコ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 ってあれでしょ。あれです、うん、あれです。あれがその、まあ、人命にかかるかからないというのはね、うん、ありますけれども、まあ被害の高リスクというものはかなりあると、まあ、確かに家が水浸しになるっていうとね、それはそれでショックですもんね。でもハザードマップあるから、はい、分かるわけでしょ今は。だから家を建てるときはね、よくそういうの見ないと、うん、そう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 。で末杉さんね、指摘されてましたけれども、ハザードマップは、まあ、かなり主要な河川は乗りますけれども、うん、まあ、ちっちゃなものとかになるとなかなか乗ってないから、まあ、地元歩いてみて、リスクを発見するというのも大事だと。基本的に低いところはちょっとダメですよ。まあ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 、まあ、そこで、ね、高台は大体大丈夫ですから。ぜひね、まずは地元のハザードマップを確認しつつ、まあ、雨の降っていない平時の段階で、周りにどういったリスクがあるのかというものを、まあ、見ていただければと、こういうふうに思います。明日は線状降水帯の最新状況について気象庁の担当の方に伺ってまいります。